時刻は3時になりました。三四郎のオールナイトニッポンゼロの時間ですが、ここで気象と停電に関するニュースをお伝えします。佐藤アナウンサーお願いします。はい、では気象と停電に関する情報をまとめてお伝えします。ありがとうございました。引き続き新しい情報が入り次第お伝えします。こんばんは、三四郎の間修司です。こんばんは、小宮博信です。霜降り明星のお二人お疲れ様でした。はい、2022年7月15日金曜日、この時間我々三四郎をお送りしてまいります。はい、ちょっと皆さんね、お気をつけくださいね。うん、雨ちょっとね強いので ね、めちゃくちゃ強いので、うん、はい、オズワルドとですね、カエル亭が認めましたねそうだな、ね、認めました。聞いてなかった。これは聞いてなかったから。なんかでも周りは吉本のさ、芸人とかは結構当たり前になんか知ってたらしいね。結構聞いてた人とか知ってた人とかは多かったらしいよね。うん、僕も直接じゃないけれども誰かに聞いた。はいはいはい、ああ、なるほど。そう、誰かに聞いた。そうらしいよね。うん、二人付き合ってるらしいよって。付き合ったからこそ、まあまあ、あの、部屋出たみたい。一緒に住んでたのを。なるほど、なるほど。出たらしいよみたいなことを聞いた後に、うん、直接は伊藤とかに直接は僕は言ってないけれども、うん、その、局とかで見かけて、うん、その二人がね、うん、局とかで見かけて、楽屋どっちかなみたいな。まあ違う収録か、まあ一緒の収録か分かんないけど、うん、一緒に来てたわけじゃないんだけど、なんか、うん、その二人が会って、うん、なんか、楽屋どっちだろうなみたいな感じで、あっちかな、あ、こっちだみたいな感じの時の距離がめちゃくちゃ近かった。普通の芸人仲間のそれじゃないから、逆に僕が、いやいや、バレるバレる。こっちが焦るみたいな。スタッフさんとかにこれバレるよっていう。ね、まあまあ、でもともとなんかちょっと距離は近かったんだけれども、あの二人。そう、だからちょっと焦ってはいた。こっちはね。勝手に。ラブラブかな。ラブラブ。ラブラブだったらいいな。ラブラブだろう。うん、ラブラブだろう。ラブラブかな。本当に、だからなんか結構ね、イチャイチャじゃないけどさ、距離近い感じでみんなが見てたから、もう結構周りは知ってたらしいからね、もうね。だから付き合う前からでもそういう距離感だったっていう。ああ、うん。だから分からない人は分からないって、逆にね。ああ、そうかそうか、うん。どれぐらい好きかな。いっぱい好きかな。いっぱい好きだろ、それ。たくさん好きかな。たくさん好きだよ、絶対。うんうん、どれくらい？どれくらい好き？どれくらいって。これくらい？こんくらい？こんくらいって、まあまあ、そんぐらいかな。こんくらい好き？もっともっと、もうちょっと。もうちょっと大きい。私はもっと好き。もう宇宙ぐらい好き。宇宙ぐらい好き。うん、多分宇宙、うん、宇宙ぐらい好きなんじゃない？うん、宇宙ぐらい好き、うん、もっと好きなんじゃない？そんぐらいね、うん、だと思うよ、それはね、うん、めちゃくちゃ好きってことね、じゃあ宇宙、めちゃくちゃ好きだと、うんうん、そう思うよ、うん、メールとかいっぱいしてるかな、頻繁にしてるから、頻繁にするんじゃない？だって、うん、いっぱい、うん、いっぱい、まあそれはね、だってお互いのね、家なんか行き来したりしてるわけですからね。うん。写メ送ってるかな。写メ。今日こんな現場だったよ、みたいな。そうそう道端でこんな綺麗な花が咲いてたよ。たわいもないようなこととか。ちっちゃい幸せみたいな。うん。うん、送るのかな、間送るの、そういうのは。俺はあんま送んないな、そういうのは。冷たいな。冷たくはないだろ、別に。いやいやいや、それ求めてる人もいるから。そうなの？時々やだって送ってあげた方がいいよ。時々でいいんだよね、でもね。うん、そうね、うん。返信来なくてそわそわしてるかな。既読はついてんだけどな。既読はついてんだけど、全然連絡来ないな、帰ってこないな。何なんだよ。そんなあるかな、うん。うん、浮気してんじゃないかな。なんてこと言うんだよ。心配になってね。記録ついてるのに。心配になっちゃってね。記録ついてるのに返してないってことは浮気してんじゃないかなって思うと。伊藤が？うん。あ、どの方がね。
いやいや、あのラブラブ具合だとね、してないんじゃない？そういうの。ラブラブ具合わかるの？間は。ラブラブだったじゃない？だって、なんかね、その記事によると。記事によるです、うん、普通の一般人の意見でしょ。いや、でもなんかそれもなんか。芸人としてじゃない。いや、ラジオでなんか言ってたらしいじゃん。なんか。聞いたわけではないんだね。聞いたわけではない。普通に記事を読んだ一般人。あ、そうそう。うん。皆さん、暖かく見守ってくださいね。何ですかそれ。暖かく見守ろうと思ってるよ。見守ってくださいね。ああ暖かく。そう思ってるよ。うん。うん。お願いしますよ。いや、確かにね。うん。ヤンコースターの破局については何か聞いてますか？いつの話してんの？ヤンコースターもね、あの、キングオブコント後ぐらいにね。の話だよね。そうだよね。キングオブコントぐらいのね、うん、後ぐらいのね、曲であったんですよ。そしたらネタ合わせの時、距離が近かったから、バレるバレると思ってた。いや、バレるよ、これ、と思って。絶対距離近くはなんだね、一回。いや、バレるよ、これ、と思ってて。まあ、その頃はね、もうみんな、あの、知ってたんですけどね。うん、そうそう。それ知ってたよ、みんな、うん。焦ったわ、あれ。焦って、で、いつの話してんの？うん。なんかちょっと怪しいなと思ったんじゃない？みんな。いい足してるねって言ってた時ぐらいから。ネタ中ね。そう。あの発想出ないから。いい足してるね。いい足して。てか逆に付き合ってたあの発想出んのがすごいよね。これ言うとバレるんじゃないかって思うじゃん。いい足してるねって言うと好意あるんじゃないかな。惚れ込んでるね。うん。これはね。で、好きくなくなったってことだよね。好きくなくなった。破局ってことは。そう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 。好きくないってことだよね。いや、その説明いるかな。全然好きくない。破局ってことはっているかな。うん。全然。で、今言う必要あるこれ。原因は何だろうな。いや、わかんないけど。好きくなくなってメールを送らなくなった原因は何だろうな。写メを送らなくなった原因、なんだろうな。何があったんだろうな。いや、知らないけど。うん。聞いてんじゃないの？それこそ、小宮ね、サンスケと仲いいわけでしょ？まあでも、まあそれはプライベートのことだから言えないよ。いやいや、別に結構前の話だから言っていいんじゃない？サンスケの？まあなんかサンスケはまだ好きっていうのは言ってたね。いつの段階で？2年ぐらい前から、うん、だからこれからコンビずっと一緒にやっていけるかなっていうのは言ってたよ。ああ、なるほどね、うん、まあ付き合ってるでね、そう、仕事でのパートナーとまあ一緒になるわけだからね、うんうん、今も好きかな。どうなの？今も好きなのかな、うん、ちょっと聞いてみたいけどな。アンゴラ村長も金髪にしちゃったりね。うん、苦しいかな。苦しい。好きな人が隣にいるんだけれども、好きな人が隣にいるんだけれども、恋人ではない、相方であるんだけれども。もう諦めてたりはするのかね、わかんないけど。そうだよね、うん。その状態でお笑いやるっていうのがすごいよね。苦しい状態で。まあまあ、もうだからパートナーとしても、ビジネスパートナーとしてやってるのかもしれないけどね。皆さん、うん、温かく見守ってくださいね。いや、もう別れてるね。別れてる。そこは。別れてる二人に対しても。まあまあまあ。そういう形になりましたけれども、コンビとして、コンビとして、暖かく見守ってください、ね。同じ温度じゃないぞ、この二組、うん。そう。暖かくは見守ろう。ちなみに、パーパーは最悪の関係です、ね。パーパーは見てらんないですから。パーパーは確かにな。そうだな。うん。うん、そもそもでもね、ディスコは一番最初アイナップの好きだったもんね、なんかね。ちょっと気になってたみたいな。あ、そうなの？うん。それは手としてじゃない？手なのかな、でも。そうなんだ。うん。だから、なんかコンビ組んだんだもんね、だって。いや、今ディスコのファンって結構過激派多いから、うん。ざわつくよ、ネットが。いやいや、そもそもの話だから、でも。そもそもだけど、いや、そうだったんだっていう。組んだ時でしょ。そうだったんだっていうの知らなかったファンもいるわけじゃん。いや、ざわつくかな。いやいや、だってディスコのファンすごいよ、だって。星野和成ね。星野和成のファンすごいから。ね、うん。アイナプーはね、うん、工藤新一が好きなんだよね。コナンのね。うん。そうそうそう。好きじゃないっていう ね、井口とくっつけられさせようとね。うん。
ともしげにくっつきなよとか、絶対このコンビいいよとか言って言われて、飲み会もセッティングされたんですけれども、うん、このカップル絶対いいよとか言われてるんだけれども、そういう気持ちは全くないらしい。ああ、そうなんだね。ああ、タイアップをね。うん、井口はあるの？井口もない。井口もない。井口もない。でもまあ、アイナプーから連絡がめちゃくちゃ来るって、プライベートで。そうなんだ。うんうん。飲み仲間ではあるのね。飲み仲間なのかなわかんないけど、連絡とか取ったり相談相手には乗ってるっていう。うん、ああ。ともちゃんが余計なことしてるってことじゃ。余計ってわかんないよ。こっからどうなるかっていうのは。まあね。確かに。うん。キューピットになる可能性もあるってことか。井口はだ工藤新一に似てないからね。星野一成はちょっと似てるか。確かに。星野一成は。星野一成はまだそっくりるか。うん。そっくりだね。その目線で選んだんだ、いい相方。いやいや、その目線か、そこはないよ。魔石のコナン、魔石の工藤なんで。魔石の工藤。魔石の工藤は、星野一成ね。星野一成。うん。あ、リアクションメールですね。はい。ラジオネーム、汁そば。深瀬とキャリーはなんで別れたことを暗号化したのかな？いつの話してんだよ。なあ。昔ね、ありましたね。暗号化した。いいって、マジで。古いって。ゼロ顔はの深瀬。もう好きくないのかな？ちょ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 。永遠言えるぞ、だってこの古さだと。暗号化したなぁ。いくらでもいけるから、に別に、うん。大丈夫です。もう。大丈夫？うん。オズワルドとカエル亭の話のみで大丈夫なんで。うん、知ってた、うん、知ってたわ。これ。暗号化したっていうのは知ってた。それいや、知ってたよ、うん。聞いてたんだ、じゃあ。いや、本人からじゃないよ。別れるってこと聞いてたの？いや、本人からじゃないよ。知ってたってことはそうじゃん。いや、知ってたっていうか嫌だったから、うん、知ってたって今の時点でね。え？その、当時の時点で。聞いてたの？深瀬と。いや、違う。そういう知ってたじゃなくて、セカオ、当時じゃなくて。セカオアハウスの住人？違う、今になった知ってたって。じゃあ、ラブとの恋も知ってた？ラブもね。知らない。恋してたから。いや、ラブさんもね。実家がセカオアハウスなの？実家がセカオアハウスなわけないだろ。そこに母親もいんの？間違いない。母親とお兄ちゃんがいんの？プータローのお兄ちゃんが、セカオアハウス。プータローじゃないよ、今。もう。プータローって言うと怒るからな、もう。あ、今違う。今はもう違うから。今は何されてる？今はちょっと俺もわかんないけど。ちょっと前までは、パチンコ屋の、従業員さん。おぉ。まあ、やってたから。うん、うんうん。今は？今はちょっとわかんない。セカオアハウスの従業員。セカオアハウスの大家さん。ジャンプだよ。よく入れたよ。大したもんだよ。なんで入れたんだろう。なんで入れたんだろう。まあ。ラブとして入ったのかな。ああ、確かにな。うん。それぐらいしかだって認められる要素がないからな。なんで認められたのかは分かんないですけどね。そうだな。うだつの上がらないんだからね。うん。うだつが上がらない。うだつ上がらないって言うなって、お前。怒るんだから。怒るの？うん。まず母親が怒るんだから、こういうのは。え、母親からなんか連絡が来ると。いや、来るよ、絶対。え、お兄ちゃんのことはあんま言うな。言ってくるよ、そりゃ、もう。家族のこと言われてんだから。それ来るよ。カニのね、送りつけ商法にはね、気をつけてくださいよ。カニの送りつけ商法、うん、勝手に代引きでね、送りつけてくるとかあるらしいから。ああ、なるほど。これちゃんと受け取りを拒否しないと。これ、来たら、うん、ね、なんか、しれっと、まあなんか、お金払っちゃいそうじゃん。代引きだからね。うん。頼んだっけなみたいな。間はイージーに騙されそうだよね。これはね、俺も想像したけど、マジでやられそう。これは。うん。これだってさ。でしょ？うん。あんまそのなんか、記憶になくても、一回取っちゃいそうだもんな。だからこんなの、買ったっけなみたいな。酔っ払ってる時とかに、あ、ね。買ってるかなみたいな感じで、朝、うん。
ぼーっとした時に、うん、まあ寝起きでとかね、来たら受け取っちゃうよ。受け取っちゃうよ、これ。買ったっけな。あれ、ふるさと納税で俺、あれ、カニ頼んだ。まあ頼んだかってなるよ。うん、そう、なんか、地方とかでね、地方とかで、あ、じゃあこれ買っていこうかみたいな、デアバスのロケとかで、これでなんか、あれ、あそこで買ったっけな、みたいな、うん、うん、やつが。ふるさと納税って急に来るんだっけとか言って。うん代引きで。代引きで来る。代引き。あれとか言った。そう。いや、でも。間は友人騙されそうだよ、これ。これはだって、カニ頼むこともあるからね。あるある。忘れた時にこう来るのがふるさと納税だったりするじゃない。うん、ねえ。ちょっと、こう、出来次第というかさ、入荷次第みたいなのね、うん、あるから。やべえ、冷凍庫パンパンだよ。そっちの心配しちゃったよ。冷凍庫パンパンなのにカニ来ちゃったよ。頼んでねえのに。てか頼んだっけな、カニ。食べながらも、これ、いつ頼んだの？うまいけどさ。うまいけど、これなんだ、いつのやつかな。海鮮系とか結構頼んでるからさ。うん、自分でも何頼んでるかわからない状態。最近は何、ね、ネットで買った？最近は何だろうな。ノンアルコールビールとかネットで買うんだよね。重いからね。缶とかね、瓶とかさ。そうそうそう。そういうのを確かにな。あと水とか。うん。猫のあのトイレの砂とか。ああ、はい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 。ああ、コンタクトとかもね、買ったりするな。ああ、なるほどね。うん。重いとかじゃないけど、コンタクト買ったりする。薬局とかね、なんかいろいろもうネットで注文できるからね。うん。うん。間はあとは何？ラジコンとエッジボン買ったの。買わないし。買わないし。ラジコンとエッチボンか。エッチボン？エロ本じゃなく。エッチボン？なんかやだね。どうせ。エッチボン？代引きでね。ラジコンとエッチボン。ジジイじゃん。エッチボン。エッチボンと。ラジコンと。時間が結構ある人の趣味だよね。ラジコンと。エッチボン。エッチボンって言い方気になるわ。お城のプラモデルも、ね。お城のプラモデルもうじじい。なのなのじゃない。結構細かいやつね。ピンセットとかで立てるやつ。エッチボンはどこで買うの？いや違くて。エッチボン買わないです。頼んだっけな。エッチボン買わないです。これ頼んだっけな。もういいよ。いや、それはわかるよ。もし。頼んでないから。どうかな。頼んでないかもしれないけど、やっとこうとか。たっぷり趣味に時間を使うジジイだから、それ。わかんないけど、まあ、とりあえずしこっとこう。とりあえずしこっとこう。とりあえず冷凍庫みたいな。とりあえず、まあ、立ったから、しこっとこう。とりあえず、立ったから。うん、立っちゃったから、しこっとこう。まあ、一応お金払ったわけだからいいもんね。送りつけ一本。送りつけ一本はたまったもんじゃないよ、でも。いや、そうだけど。そんなのやっぱ家族もね、あの立場的にもね、お父さんとかだったら、え、何やってくれてんの送りつけ。これだってそうだよね。奥さんとか言われそうだよね。これだからわかんないからね、ちょっと怖いよね。家族とか受け取っちゃった時にな。そうだね。あ、でもこれなんだろうと思ったら。奥さんとかがね、買ったんじゃないかみたいなね、うん。もしかしたらっていうのがあるからね。あるよな。一人とかだったらまあわからないけど、家族がいたりとか、その下の実家とかになんか送られてきたのがこっちなのかなと思って、うんうん、払っちゃうかもね。そうだよね。うん、これ親父のエッチ本かな。じゃあ一応払っとこう。親父、届いたよ。何言ってんだよ、お前。こんなエッチボン買わないよ。喧嘩になりそうだ。こんな大量にエッチボン買わないよ。こんな大量に。エッチボンって言うね、まず。こっちはサブスクだわ。あ、サブスクか。サブスクで見れる。サブスクか。じゃあもらっとくね。発表しなくていいんだよ。もらっとくね、このエッチボン。エッチボンいただくな。うん。なんか立ったから、しこっとこう。それなんなんだよ。立ったからしこっとこう。それなんだよ。買ったからね。あれ？なんか立ったから。エッジ本。開いたらでも、これエッジ漫画だ。エッジ漫画のところでしころ。エッジ本のところでも写真もあるけれど、エッジ漫画のところあるエッジ漫画のパートでしころ。いや、エロって言ってほしいな。
たまに見る。エッチ漫画はいいな。マジでたまに見るな。マジでたまにしか見ないな。うん、写真もいいけどさ。写真もいいけど。エッチ漫画もいいな。エッチ漫画って言うなって。エロ漫画でいいだろ。現実的なプロポーションだけどいいよな。うん、いいね、確かにね、うん。エッチ漫画のモザイクって独特だよな。変なモザイク。何なの変なモザイクだな。そこにだけなんか、うん、黒の線とかね。黒の線。ヌプ、ヌプあるし。ほぼ見えてる。あれ何なの黒の線もあるしさ、そこだけさ、めちゃくちゃ強い光が当たったみたいにさ、白くなってるのもあるよな。そうだね。アナルとかはそっちのタイプかな。あれ何なんだろうね、あれ。おっぱいテカってるなぁ。エッチ漫画。こんなテカってたっけ？たまに見たからわかんないよ。テカリようが。まあでも立ったからしこっとこう。それ何なんだよ、そいつ。え、もう立ったらしこるでしょ。やっぱでも今、まあ、でも抜けますか。やっぱエッチ漫画でも。いや、エッチ漫画はそんな。これダメ。やっぱ写真ですか。かっこつけてんな。やっぱ俺はストーリー重視だから。ストーリー、エッジ漫画こそあるじゃん。うん。いや、だから、それ面白いじゃん。うん。面白の方に行かない？エッジ漫画って。いや、かっこつけた。だって、先週、しこり手とか言ってたのに。しこり手とか言ってたって書いてある。俺が言ったわけじゃないよ。そう、だからみんなしこり手だろって言ってたわけなのに。まあね、うん、え？いや、学生の時は、学生の時は、ストーリーの方行って、どういうストーリー？エッジ漫画面白い漫画として読んでる。どういう漫画、どういう要素。いや、違う違う。温泉行こうとかだったらまだわかるけど、あれ、まあまあね。二人エッチとかだったらわかるけど、エッチ漫画をストーリー、どういうエッチ漫画であんましこりますしこる、うん。しこるよ。いや、そうよ。だってそうじゃん。それが普通でしょ。ああ、そうか。え、ストーリーってどういうストーリーがいいの、どういうストーリー？どうだろうなぁ。なんか、スパイ系とかね。うん、スパイで。うん。なんかその、捕まっちゃったりしてさ。それ AV でもあるじゃん。普通の、なんかベタなストーリーで面白いと思う。絶対しこってるよ、これ。こんなこと言うのもなんだけどってね。ミキさんには先週言ったけど。こんな拷問ないだろとかさ、なんかあるじゃん。なんかどんな拷問？いや、なんか、そう、なんかさ、あの、細長い触手みたいなのがさ、ね、無数に出てくるとかさ。いや、それって、だってエロくなんだ。だから、触手って。面白いストーリーじゃないじゃん、それ。場面じゃん。いや、だから、まあ、ストーリーってか、その状況が面白いじゃない。状況が面白いってことは、エロいんだよ。いや、しこるんだよ、それ。しこるかな？じゃあ、だから、ストーリーだよ。ストーリーが、っていうのは、いや、そういうのは、だってさ、隣の、お姉ちゃんが、なんかこう、家に来てとか、なんかその、2階から、2階、アパートの2階のお姉ちゃんが、全く見ず知らずの人がいて、その、天井が、なんか抜けて、それそのまま入れちゃったみたいな。それがわかるよ。そういうストーリーは。面白い。ストーリー覚えてないってことはエロじゃん。え、だってそうでしょ。そのストーリーは笑っちゃうじゃん。これはないよって言って、それは面白いな。皆さん、もう温かい目で見ましょう、間のことも。そっか、温かい目で見てください。ストーリーは出ないです。温かい目見てください、じゃあ。じゃあって、絶対にしこってると思うの。かっこつけやめても、かっこつけっていうかさ。覚えてないってことは。覚えてないよ、だって。覚えてるでしょ、ストーリー面白いんだったな、だって。いや、違う。あんまそういうの見たことないからさ。いや、だから、エッチ漫画。だから、覚えてないってことは、しこったの。どうですか、本当のこと言ったら。これがもう最後です。最後の忠告です。どうですか、まあ、しこったのかな。いや、俺しこってないと思うけどな。じゃあ何ですか、ストーリー。どういうストーリー。覚えてないでしょ、もうこれループですよ。
まだ、しこった、しこった。しこったよ。いやいや、しこったでいいよじゃないんだよ、ほんとに。しこったって。学生の時はめちゃくちゃにしこりましたよ、だから。エッチ漫画、ね。だからストーリー覚えてないからね。そうね。うん。そんなしぶし大人なんだから、別に。そんなんだって。エッチ漫画見てないもんだって、俺。いや、見てないけれども、エッチ漫画こそしころうよ、それ。エッチ漫画こそうん。エッチ漫画。あ、そう。だって、うん、そうそう。エッチ漫画こそ、もうそれでしこって。うん。エッチ漫画こそ思考なんですから、本当に。思考のものですよ。思考のものか。うん。エッチ漫画は。だエッチ漫画とかじゃあ送られてきても、じゃあ払ったりはしないってことですね、それは。エッチ漫画だから、代引きでエッチ漫画送られてくるんでしょ。でも、エッチ漫画とは書いてないじゃん。まあね。書籍って書いてあるよ、多分。うん。だからなんか。なんか受け取っちゃう可能性あるよね。それはただそういう家族だもんね。間のお母さんは、その業者だもんね。いや、菅田将暉にね、食品をね、送りつける。いや、送ったけど勝手に。俺の許可なしに。うん。送ったけどな。ジュースね。業者じゃないからね、別に。それだって間も送ったもんね、菅田将暉に。勝手にラムね。ラムね。うん。勝手にじゃないよね、あれは。いやいや、そうでしょ。いや、お母さん勝手にでしょ。お母さんは勝手にだよ。うん。血は争えないよな、本当に。もう、DNA がそうさせる。いや、うん、業者じゃないんで、別に。うちの母ちゃん。いや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 。それでマージンもらってないから、別に。いやいや、だって勝手に送ったわけでしょ。いや、勝手には送りましたよ。うん。だからやめてくださいとは言いましたよ、僕は。そういうことはね。うん、ちょっとリスナーの皆さんもね、間の母ちゃんにはね、お気をつけください。リスナーにも送らねえだろ。いつも修二が世話になってるからです。送りつけて、マージンちょっと跳ねて。やばすぎるだろ。そこはもう気をつけてくださいよ。そこは、うん、お気をつけくださいっていうかね、それはもう、業者じゃないんでね、皆さんご安心ください。うん。俺の母ちゃんからその、その本名で送りつけられないだろ。しかも。まあ、それはいいんだけど、まあ、改めて聞きますけど、エッチ漫画ではしこってますか？しこりましたじゃん。しこりました、じゃあじゃないんだよ。しこってんだよ。じゃあじゃ、しぶしぶじゃないんだよ。それでは始めていきましょう。三四郎のオールナイトニッポンゼロ。ゲラヘー！改めましてこんばんは、三四郎の原修司です。こんばんは、三四郎の小宮博信です。金曜日のオールナイトニッポンでは三四郎をお送りしてまいります。はい、エッチ漫画のね、モザイク、黒い棒みたいなやつ。あれね、最高だよね。最高あれ、どこを隠せばいいっていう。だからわかんないよね。あれ、意味あんのかな。だから仮の、一応。仮の、仮首のところは映しちゃダメってことなんでしょ。だからそこぐらいにあるわけだな。あ、まあそうだな。うん。そこ以外はいいんだ。でももう出てるけどね。もう出てる。あれは一回書くのかな、全部。うん、で、その黒線で消すのかな、作業的にね。黒棒から書かないでしょ。これはもうあるあるだよね、この黒い線の。面白いですね。真っ黒。隠し方が面白いな。あれでやってほしいよな、AV とかも。あれだな、全部。さあ、ね、おはずということで、メールで番組にご参加ください。受付メールアドレスは346@onightnippon.com、数字346@onightnippon.com です。346で三四郎です、はい。そして、今日はネットフリックスから、ストレンジャーシングス未知の世界4のいろんなグッズを詰め合わせにして、番組お聞きの皆さんにプレゼントいたします。はい。詰め合わせの中身は、うん、ファミリーマートとコラボしたラインソックス、ファミリーマートとコラボした今治タオルハンカチ、そしてストレンジャーシングスで未知の世界4の、うん、ステッカーセット、うん、これらの限定グッズをセットにして3名様にプレゼントいたします。これ間からの送りつけではないんですね。違います。さすがに日本放送って書いてあるだろ。間修理とはなってないから勝手に、うん、ちなみに、ストレンジャーシングスなんですけども、私間もラジオ CM やっております。お、はいはい、はい、うん、聞いてくれましたかね、皆さんね。うん、小宮にも見せなきゃって言ってます。うん、言ってます。小宮にも、相方の小宮にも見せなきゃって言ってます。うん、言ってます、はい、これね、
ね、もうシーズン4ですよ。全世界で大ヒット。そうなんですよね、うん、もうシーズン4のボリューム1は世界83カ国でトップ1、3日間の視聴時間が約3億時間。おとんでもないよ、うん、でこの面白さがさ、うん、そのグーニーズの冒険、うんうん、そしてスタンドバイミーの青春、うん、E.T. の未知感、このもう三本柱です。激強です。うん、これは本当に面白いから。だからファッションの方でも楽しめるもん、ね、ファッションも BGM もいいし、うんうんうん、車とかもね。そう、好きな人本当にちょっとなんか懐かしいオールド的なことももうドンピシャで当てはまる世代だから、うんうん、うちらもめちゃくちゃ面白いです、うん、だから4ではもう子供たちがもう高校生になってるからね、もう大きくなってんのよ。あ、なるほど。そう、そうか。ダスティンとかももう大きくなってるからね。うん、なあのチャーミングなダスティンがもう大人になってんのよ。いっぱいになってかっこよくなってんのよ。そういう成長も見れるからね、うん、面白いね。ぜひ、うん、ぜひあのグッズが欲しいよっていう方は懸命にストレンジャーシングスと書いて、住所、氏名、電話番号を忘れずに書いて送ってください。ということでこの後5時までの時間最後までお付き合いください。ねえねえ、これ見て。それ何？なんだと思う？タキシード？違うよ！三四郎のオールナイトニッポンゼロ。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、三四郎のオールナイトニッポンゼロ。三四郎の間修司です。小宮弘信です。はい、はい、リアクション名ですね、はい、ラジオネーム母を訪ねて絶倫に、はい、オズワルド伊藤さんと岩倉さんは、うん、携帯の電池パックの裏にキスプリ貼ってるのかな、うん、ってねえよ。いつの話してんだよマジで。高校生とかの話だなこれ。あったけど、あるね、めちゃくちゃ流行ったな、うん、これな、うん、確かに、うん、絶対結婚する。電池パックの裏見せてとか言ってあったな。結婚しようとか、うん、ずっと一緒だよ。あ、そう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 。あ、でね、ちょっと恥ずかしいからカップルだけ電池パックの裏に貼ってね。あ、そう、何ポーズかあるからね、シールはね、プリクラって。プリクラだからね、1個だけキスプリにしてって。スマホにその概念ねえだろ。電池パックの裏にとか。SIM カードの裏。ちっちゃいところに詰まっちゃう。邪魔でしかねえから。やってないのか。いや懐かしいね、そんなあったな、うん、ラジオネームずっと春休みでいいのね、はい、僕はエッチ漫画を面白と捉えています。オークと勇者とのエロ漫画ではオークが出したチンコを見て勇者が何このチンコというセリフにエクスカリバーと当て字がついているのが面白い要素です。え、いいじゃん、うーん、ああ、セリフいいな、カッコつけだな。もうなんだよこれ、もういい間かよ。間じゃん、ただの間ですな。つけんなよ。何これ。面白いと捉えていますって。エクスカリバーね、うん。RPG ものなんだろうね。うん。あ、これでチコってないの？あれだでしょこれ。面白くないもんねそんな。エクスカリバー。ああ。それ何回も見んの？え、じゃあ本棚とかに置いてあるってこと？普通に面白ってことはね。ああ。いいや、うん、絶対隠してる。うん、隠しはするよ。そうだよね。腰、うん、めちゃめちゃヒヤヒヤするんだから。嘘だね、絶対これしこってる。絶対しこってる。間と一緒、結局はしこってる。みっともないよこれ。男としてみっともない。うん、これはもう良くないよ。ラジオネームそれいけ残飯マン、はい、
僕も相田さんと同じで、エッチ漫画はしこるよりもシナリオや構成を重視して読んでいる。知ってるわけじゃねえんだけど別に俺も。エッチ漫画は読み物としての完成度が高く、うん、伏線回収された時こそ気持ち良さを感じます。そっちで？ちなみに僕はエッチ漫画で勃起すらしたことありません。嘘つけ！ギンギンだろ！うん。どう思うよ、これ。あいだ。あいだどう思う、これは。確かに。勃起はする。勃起するでしょ？そしたらしこったってこと。勃起はするよ、絶対。え、これは、こういうことだよ。あいだ言ってた。めちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしいでしょ？ダサいでしょ？確かに。伏線回収の方でエクスタシーを感じるんだ。うん。って言ってる。絶対それはダサいな。確かにな。そんなわけない。あいださんって同じでってなってるから。いや、そこまで。あいだばっかじゃねえから。あいだまみれだよ。みっともない。いい加減にしろよ。ふざけんなよ。見損なったわ、マジで。そんな作品なの？ラジオネーム、サックル。はい。どうも、うん、エッチ漫画を同人誌含めると、1000冊近く所持しているものです。めちゃくちゃ猛者来た。近年のエッチ漫画は、ありとあらゆるジャンルが網羅されていて、楽しいです、うん。いくらでもしこれるし、うん、いくらでも代引きで買えます。鼻血ブーです。鼻血ブー。ただし、エッチ漫画の単行本は紙質が硬くて、読みながらしこるのは大変です。知らない。さすが、さすがの、さすがの情報。開けないんだ。開けないんだね。うん、開きっぱじゃない。すぐ閉じちゃうから。なるほど。なので、電子書籍の購入がおすすめです。かっこいい。こいつは骨太だ。うん、リスナーとして認めてやるよ、マジで。そうか。こっちの方がかっこいいだろ、アイダ。代引きとかじゃないんだな。うん、こういうのよ。どうよ、アイダ、これを見て。情報も入ってたしね。硬いっていうね、うん。そうなんだね。うん。うん、いや、堂々としたもんだ。でしょ？確かにな。エッチ漫画で俺しこったことないんだよな。ストーリー重視で。みっともないだろ、それ。なんだよ、それ。俺、ないから。あ、そうか。しこった。そもそもしこるためにあるんだもんな。うん、うん。それに比べてさっきのやつはなんだろうな、ね、エッチ漫画は読み物としての完成度が高く、伏線回収された時こそ気持ち良さを感じます。みっともない。勃起すらしたことありません。ふざけんなよ、これ。何このチンコというセリフにエクスカリバーと当て字がついているのが面白い要素です。ふざけんな。面白として捉えてるっておかしいだろうな、本当に。面白なわけないんだから、面白くないんだよ。面白いのは黒い細い棒。面白いのは黒い細い棒なんだよ。あれは面白い。あれは面白いけど。あそこは面白いんだよ。あれ何隠してんだ、マジで。クラス再生したんすよ。みんな見た？見てない。スタートオーバーが日本語バージョンなのよ。すごくない？でってってってるところまでは、なんかあースタートオーバーねーって思ったら、始まりの時日本語バージョン。新ドラゴン桜2。いつのですかこれ？2021年の12月です。2021。君はドラゴンボーイとなるんだ。ドラゴンボーイ。ドラゴンボーイ。こんなセリフね。三四郎のオールナイトニッポンゼロ。あなたはファイティングポーズの本当の意味を知っていますか？三四郎のオールナイトニッポンゼロ。三四郎の相田修司です。小宮浩信です。はい。改めて見るとやっぱりね、このエッチ漫画を面白と捉えていますっていうのはすごいダサいよね。そのなんかエッチ漫画で勃起すらしたことありませんはまだちょっとジョークっぽい感じで言うまでやってるけれども、面白として捉えてますっていうのがちょっと怪しいな。俺は間よりダサいなって。何面白と捉えてるっていう。さらりと。さらりと、俺面白いの分かってますよっていう。あのアピール。うん。これは間より、間以下ですね。これは、うん。面白い部分とか分かってますよっていう。俺面白いですよって。この的な
やつのね、一番痛いやつ、ね、ライブとか行ってね、あの評価していくやつね。そう、あ、これが面白いな。乗った上で行ってます、うん。あ、ここが。うん、もうしこってますっていいなよ、もうみんな。はい、ラジオネーム、失恋したら絨毯を洗え。はい。エッジ漫画についてですね。僕がこの前見たエッジ本の黒い線のモザイクですが、はいはい、仮首のとこと、うん、金玉の裏側にも謎の黒い線のモザイクが入っていました。金玉もダメなの？これ、どこがダメかあやふやだよね。あ、確かにね。うん。何をもってそこなんだろうな。何なんだろうな。何なんだこれは。だから見えてるからね、もう。95% は見えてるよね。うん。ラジオネーム、アリさん。うん、エッジ漫画における修正ですが、うん、例の黒い線は、うん、煽ると、おっしゃる通り、くびれ部分を隠すのが正しい修正です。くびれなんだ。ああ、なるほど。ああ、なるほど。差が出てるところがダメなのかな。商業漫画だけでなく、同人誌などでも厳しく規制があり、少しでもずれていたり、サイズが小さいと、印刷会社から NG が出てしまい、本にすることができないそうです。厳しい。ご参考までに。ありさん、ありがとう。ギリギリを、こう、攻めてんだ。そうか。だから、AV とかよりもギリギリだもんね。ギリもさだ。全体を、隠すわけじゃなくて。そうだね。くびれなんだ。すごい。お、ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦、はい。僕の知り合いにエッチな漫画を描いていた人がいます。うん、エッチな漫画の黒塗りですが、うん、業界用語では、ノリと言います。ノリですって。あ、ノリなんだ。あれ、ノリだ。最高だね、これは。ノリ小宮さんの疑問ですが、結論から言うと、あのノリの下にはちゃんと無修正の絵が描いてあるが正解です。なるほど。なんなら、隠れてしまうところにも関わらず、めちゃくちゃリアルに描き込んであります。あ、そうなんだ。ちゃんと一回、がっつりチンコを描いて、ノリを当てるってことですね。そうしないと、なんかエロくならない。気持ちが入らない。とのことです。はあ、なるほど。あの黒塗りの下は、エッジ漫画の魂が隠れています。ああ、なるほど。熱いね。そっか。見たいな。みんな詳しいな。あの下を見たいけれども、あれね、消しゴムとかでね、削っても見えないからね、あれは。なかなか。ノリって。あれ、ノリって言うんだ。どうなんだろうな。うん、ああそうか。ああ、黒いね。板だからね。うん。ああ。そうか。修正、まあ商業漫画だけじゃん。同心。そうか。少しずれたりサイズが小さいと印刷会社からダメか。NG、ノリ甘いぞって言われるね。今回ノリ甘い。ノリ漬け甘いぞ。ノリ漬け甘いぞ。ノリ漬け甘いぞ。今回ノリ漬け甘かったね。しっかりノリ漬けして。うん。あ、なるほど。そういうことなんだ。書くんだ。うん。一回書いたとこじゃないと魂が入んないのね。そうだね。一回じゃあちゃんと書くんだ。もうこれノリで隠すのにって分かってながらも、うん、うん。一回書くんだね。なるほど。うん。じゃあそれ知ってるのと知ってないのとちょっと違うね。うん。この下にちゃんと書いてんだっていうね。うん。確かに。なるほどな。うん。面白。なんか時々、まあノリ。詳しいっていうか。みんな詳しい。ラジオネーム、別れ際、ちょっと向きになる。はい、たまに、プロ野球中継を見ていたら、はい、外野を守っている選手の目の下に黒い線が入っています。あの人たちは、顔面がチンポなんでしょうか？違う。あそこくびれてるんですか？あれ、ノリなんですかね。デーゲームのな。いや、あるけど。出版社にね言われちゃって印刷会社にちょっとちょっとそこはちょっとダメだな乗り付けしといて何があんだ主にパリーグの選手に多いあれくびれとは言わないからな、おそらくな。そうだな。あそこはな。あれはちょっとノリで
鳥なのかな。顔面、あの目の下にチンポがね、あるっていうのは理解しがたい。どうなんだろうね。あ、そうね。うん、あこの間、土曜日、あ、日曜日かな。うん、あの、営業行ってきて、はいはい、まあ、京都ね、うん、まあ、一緒に行ったんだけれども、うん、まあ、いろんな芸人さん出てきて、かなりの量のね、芸人さんがね、うん、一緒に行って、うん、その中でも、あの、営業で初めてお見送り芸人、うん、ね、新一、はいはい、と一緒になって、うん、新幹線の中乗り込んでくるんだけれども、うん、めちゃくちゃ荷物が多いわけよ。はいはい、ギターを持ってなきゃいけないし、衣装のバッグ、うん、そして R1 のトロフィーね。もういいだろうと思うんだけど、R1 のトロフィーが大変そうだよ、ね。厳重にね。うん、ただでさえギターでもさ、ね、重いのにもう、R1 のトロフィーを。普通にまあ上に乗せるんだけどね、あの落ちてきちゃあれだからね、あの、まあ貼り付ける形で。大事だもんね。落ちてこないように。確かにな。うん。それで、まあそれ大変だなとかね見てたらね、うん、あの前からラランドも来てね、うん、ラランドの西田も、うん、リュックの裏にね今やってんだよね、チラシ貼り付けて宣伝してんだよ、いろんな企業をね、それもかなり、うん、街が多いらしいよね。ああ、そうなんだ。うん、今回は東京バナナね貼り付けていろんな人がいるなって、貼ってたな。うん、うん、そう、いろんな人がいるなと思いながらも、それまあお見送り芸人ね、うん、初めて見たんだけど、うん、その営業ではね、うん、めちゃくちゃ盛り上がるね、うん、すごい圧巻っていうことで、まあね、うん、それで、合間にね、1公演目2公演目の間に、うん、神社近くにあるからね、うん、ちょっと行こうかなと思って、うんうん、ザマミの酒井、うん、ね、酒井とちょっと行こうかなと思って。うん、酒井の、まあ、楽屋が違ったから、うん、酒井のところにちょっと、迎えに行ってっていうか、うん、ちょっと打診しに行ってね、うん、ちょっと酒井、神社近くにあるから行こうかみたいな。うん、いや、でも、ありがとうございます。ギャンブルで今負けて、ちょっと今暗くなってるね。ありがとうございます。みたいな。またああ、そうね。そうそう。ギャンブルで負けてて、ああ、そうか、暗くなってたんだ。そうね。って、まあ、その前もなんかちょっと喋ってたんでね。それがお見送り芸人が、酒井に対してね。うんうん、ええー、なーと好感度は上がって、水曜日のダウンタウンで。酒井は、まあ、週は違うけれども、うん、ザマミの酒井は、うん、の先輩芸人の岡野からね、うん、ちょっと説教くらって、うん、お前帰れって言われたんだけど、うん、なかなか帰らないで。はいはい、うん、めちゃくちゃ粘って、うん、しかもまあドッキリって分かった瞬間にも大泣きして、うん、はいはい、もう嫌ですよ、絶対一緒にもうずっと先輩として、先輩後輩として付き合っていきたいんで、うん、書いたらもうこれで終わりだと思いましたって、うんうん、かなり、まあ、もうほっこりするようなね。確かにちょっとね。ほっこりするようなもう回で、うん、まあよかったね、みたいな感じになって好感度上がって、でも、お見送り芸人はちょっと先輩に叱られて、なんか陰で悪口言ったみたいな感じで、なんか結構炎上してるんや、みたいな感じ。ええよな、酒井は、みたいな。なんや、みたいな感じになって、いやいや、もうやった。まあまあ、たまん、まあ、たまん、みたいな。なんていやいやいや、まあ、たまたまですよ。ああ、たまたまですよ。たまたまですよ。結構言われてて、みたいな。そう、まあ、それでまあ、まあ、じゃあちょっと酒井行こうか、みたいな感じでね。なって、まあ、神社。まあ、誰か、誘おうみたいな感じで、うん、まあ、ともしげ誘おうかみたいな感じで、まあ、楽屋出ようとした。そしたらお見送り芸人が、うん、あ、小宮さんって、うん、ありがたいことなら、ファンザのカチコチ TV。カチコチ TV。そう、うん、カチコチ TV のオファーいただいたんですけれども、うん、ちょっとさすがに R1 撮って、大事な時期なので、断らせていただきました。さすがに大事な時期なんで、あれはちょっと出れません、みたいな。いや大事な時期だよ、こっちだって、ずっと。ずっと大事な時期だけど、番組の MC やってんだよ、こっちは。そして相方、チンポコ、ペニスケやってんだよ。どんな番組だよ。さすがに、断らせていただきました。出ろよ。うん、いや、まあまあ。まあまあ、いや、まあね、その時期とかあるから。うん、時期とかあるから、まあ、しょうがないな、みたいな。仕事でいいだろ。スケジュールの都合がでいいだろ。いやいや、まあまあ、リチギーね。それで、まあまあ、もう一人誘おうと思って。うん、あ、楽屋、違う楽屋に、ともしげが行ったから、モグライダーのともしげ。なんか、ABC お笑いグランプリ見てたんだけどね。うん。ともしげ、いや、ともしげネタ見てもわからないんだから行こうよって。こっちがね、ジョークで言った。そうなんだよ、ちょっと難しいんだよ、行こうとか、難しいって何って。
難しいんだよ。だから、ちょっとじゃあもう行こうか、とか。ずーっと言ってたよ、ともちゃん。そう。ABC の感想。各組が終わるたびに、ちょっと難しいな。難しい。とか、あと、これは分かりやすいね。感想その二つしかないの。そう、だからちょっともう行こう。そう。それで、じゃあ、まあ、酒井と、ともしげに、うん、はいはい、まあ、トイレとかも行くだろうから、うん、まあ、出口のところで5分後ね、みたいな。はいはい、5分後集合ね、って、うん、言ってますけど。ああ、わかったってことね。じゃあ、ともしげもわかった。ああ、わかったって言って、まあ、5分後、誰もいないのね。二人とも、どっちもいない。待ち合わせても、まあ、何してんだ。絶対来ないのが二人で、うん、何してんだと思ったら、ともしげはもう楽屋で東京バナナ食べてて、うん、おい、5分後って言っただろ。ああ、ごめんごめん。って言って、ね、うん。で、酒井を、だからそう見に行って、うん、ちょっとともちゃん待っててって、酒井探しに行くからって、まだちょっとタバコ吸ってたから、うん、あ、すいません、みたいな感じで。いや、すいませんじゃなくて、5分後って言ったじゃん。うん、酒井連れて、うん、その出口に戻ったら、うん、待っててって言ったともしげどっか行ってんの、ね、ごめん、ごめん、トイレだったとか、なんだよ、これ、この二人と思いながらも。世話焼ける。そう、それでまあ神社一緒に行こうと。うん、まあ一緒に歩いて行ったら、うん、もう一年前では考えられないけれども、ともしげが一番目立つわけよ。うん、もう100キロ、もう手前らしいよ。うん、結構ブク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 太っちゃって、うん、結構でかいから目立つわけで、うん、お笑いファンの人が多いわけよ。その会館のね、うん、周りだから。めちゃくちゃ囲まれてさ、ちょっと写真撮ってください、みたいな感じになって、うん、ああ、まあまあまあ、ごめんなさい、ちょっと忙しいんですいません、みたいな、うん。あ、ごめんなさいね、ちょっと。うん、あ、ちょっと騒ぎになっちゃいましたね、みたいな。ともしげが対応してるの、ね、ごめんなさいね。すみません。ちょっと、ちょっと2公演目がね、2公演目がちょっと早いんですいませんね、みたいな。そう。で、やっぱでも1年前では考えられないよね。それで、まあ、まあ、リスナーがいたから、リスナーにはね、ちょっと手厚くと思って、ちょっと写真だけ撮って、ともちゃんがもうその、こみちゃんダメだよと、人に写真撮ったら、こういうのは、みたいな。みんな来ちゃうから、これダメなんだ。偉そうに。なんだあいつ。一丁前に。ああ、また来た来たみたいな。結構いろんな人が来た。まあ来た来たよ、逃げろ逃げろ、うん、逃げろとか逃げろって言うのおかしい。まあ、当社走って行ったから、酒井も、って言って走ってて。なんて言ってるそれ。いや、酒井よ。酒井こんな感じじゃん。いや、まあまあまあ、そうなんだけどさ。そうですね。ね。わかんないんだったら入れなくていいよ、コミヤ。いや、そんな感じで。いや、何言ってたか僕わかんないけど、なんか言ってたから、一応もう再現。忠実にね。ジャーナリズム精神でちゃんとリアルに再現してるだけなんだ。大丈夫よ。外国のアニメやん。それで走って、ね、うん、それで走ってね、神社行って、うん、走って神社行って、それでまあ神社入って、みたいな、うん。そこぐらいがちょっと落ち着いてる場所だったから、まあまあ走ってくるとかね、うん、結構あんまり騒げないようなね、まあ、場所でもあるから、ここだったらいいか、みたいな。そしたら、お、営業課は何か？みたいな。また声かけられて、うん、あ、まだいるなと思って、うん、あ、ちょっとすいません、ちょっと写真お断りしようと思ったね。うん、お、営業課何かみたいな。ちょっと慣れ慣れしい感じでね。うん、ちょっとやからな感じなのかなとか。ああ、パッと見たら、その、おじさんでね、普通の、滑覆のいい、でかいおじさんで、あ、ちょっとすいません、2公演目始まっちゃうんでと思って、あ、ちょっと気づいた、僕。うんうん、あれ？鈴木おさむさんじゃんと思って。たまたま、ご家族で、なんかちょっと、神社に伺ってたんだって。へ、まあ、京都かなんか行く仕事があったのかな、お仕事があったの。それみんなでいて、みたいな。おーみたいな感じで。お、営業みたいな感じで。あ、いや、最初気づかなかったの。帽子がないから。帽子してなかった。鈴木おさむさんといえば、ね。だから帽子がないから、ともちゃんも全然わかんないみたいな感じだって、え、最初も、え、みたいな、誰ですかみたいな、うん。僕も全然わかんないし。酒井わかるって、ね、帽子してないの。だろ、わかんないじゃん。わかんないって、それも。だから。それよく聞き取れたな。いや、まあまあ、首振ってたから。そうだ。ジェスチャーで、ね。そう、ジェスチャー。わかんないですよね。まあ、わかんないとは言ってないよ、そこでは。ストレートには。それで、ああ、よく気づいて、よく気づいてくれましたね。R2D2 じゃん。C3PO しかわかんない。今夜が C3PO。ともしげと。ともしげ中バットル。スターウォーズご一行じゃん。
そうなんだね。あるつ。大島、大島さんも言ってね、よく気づいてくれましたねって言ったら、かなりめちゃくちゃはしゃいでる。三人組がいたからみたいな感じで、ああ、そうですか、みたいな。走ってるっていうのははしゃいでると勘違いされて。そうそう、あと金に光ってたからみたいに言われて。ああ 金に光ってた ?C3 じゃん。C3PO。金に光ってたらもう C3PO じゃん。C3PO じゃないよって言ったら、坂井は、そうだよね、ともしげって。うん、とか言って。そうそう、ともしげちゃんと。急ばっか出せ。うん、難しいんだよな。ないよ。これは難しくないじゃん、ともちゃん。お笑いが難しいだけでしょ、ネタね。言ってねえだろ、それは。まあ、それで、なんかまあ、お賽銭。まあまあ、ちょっと、願い事して、お賽銭入れたんだけど、お賽銭がなんか、お賽銭に、うん僕がたまたま小銭がなかった、うん、だから1000円入れた。そしたら俺だって負けてませんよ、みたいな感じで。うん、あなんか、あ、ごめんなさい。いい。普通に喋れたろ、今。酒井が俺だって負けてませんよ、みたいな感じになって。なんか向きになって、2000円入れて、うん、僕だってもう負けてません。まあ、ともしげもなんか競うように、うん、まあ、俺だって1000円、みたいな感じ。え、うん、なって、なんかそれでまあ、願い事して。うんそれなんか、まあまあ売れたなとか思ってね。確かにね。うん、だってあれ、全然お金なかったわけだからさ、書いて。それでじゃあおみくじ引こうみたいな、うん。おみくじ引いたら、酒井だけ今日ね。ともちゃんも興奮して。一番お賽銭入れたのに今日って。ずっと。ね一番入れたのに今日はね、うん、やばいね、お前はね。うん、で、ともちゃんはって小吉、みたいな。小吉もそんなんだけどね。まあ、ね中吉、小吉みたいな感じ、はいはい。そうそうそう、それで終わって。うん、それもまあ楽しかったね、みたいな。最後かき氷食べて、うん、なんか屋台みたいなのもあったから、うん、かき氷食べて帰ったんだけど、うん、帰った後、もうともしげがもう意気揚々と2公演目の、うんトップバッターだから、はい、どうもーって出てきて漫談始まってね、うん、ちょっと聞いてたんだけれど、ねちょっとね外出てきましてみたいな。でもそのトークの組み立ても何もないのね。あいつぐちゃぐちゃお笑いグランプリ見て難しいって言うね言うぐらいだからさ、このさっきね神社行ってね、うん、お賽銭をね酒井くんはね2000円入れたんですよ。なのにね今日だったんですよ。そして鈴木治さんもいましたってみたいな。脈絡ない。鈴木治さん、どういう、千葉君もどういうことだよ。どういうことだよ。おかしくないって、それ、酒井と一緒に聞いてて、酒井言って。いいってもう。R2 もう。R2 もう。全然もう伝わってなかった、本当に。千葉君の半ソロね。エピソードなんだよそれ。出てこないからエピソード何でもそれ、うん、そのエピソード、うん、楽しかったから また行きたいなって話。楽しいなその3人。三四郎のオールナイトニッポンゼロ。三四郎のオールナイトニッポンゼロ。三四郎の間修司です。小宮博信です。この時間三四郎のオールナイトニッポンゼロをお送りしております。では、はい、レシート買取アプリワンとのコラボコーナーに参りましょう。まずはワンの説明をお願い。ワン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 、お願いします。説明します、はい、ワンは毎日のお買い物が楽しくお得になるアプリです。ワン、スーパーやコンビニで購入したレシートを撮影すると1円から最大10円で買い取ってくれます。ワン、ゲーム感覚で楽しめる高額買い取りミッションがあったり、ワンワンのアプリ上でいつも通りのオンラインショッピングをするだけで購入金額の最大 12% がもらえるサービスワンモールが7月1日からスタートしたり、ワオーそれ違うだろお前。ワンオーじゃん。溜まったお金は銀行口座への出金をすることなどもできます。で、そんなレシート買い取りアプリワンとこんなコラボコーナーをやっちゃいます。バチボコレシート。
レシートの内容とそのレシートへのツッコミをセットで送ってもらいたいと思います。ちなみにバチボコは小宮が話したい言葉で、とてもすごくめちゃくちゃみたいな意味です。紹介していきましょう。はい。はい。ラジオネーム、カチュヒラチュ。はい。白菜。うん、豚肉。椎茸。キムチ鍋の素。お塩ちゃんこ鍋の素。ごま豆乳鍋の素、うん、バチボコ自家用鍋に仕切りのプレートある？火鍋とかでよくあるタイプのね。火鍋の S のやつ、うん、S のやつだけど今回3だから3だよ、うん、そう YY ね YG ある？ないとおかしいもんな、まあ、あるんだろうね。あ、うん、そうかいいね。はい、いいですね。3つの味はいいですね。はい。ラジオネーム、おとといの2日後。はい。アメリカンドッグ1個。うん。焼きそば2パック。うん。地域限定の B 級グルメ4種類。うん。地域限定の謎のお菓子3種類。うん。割り箸4銭。うん。いや、バチボコ楽しい楽しい、海老名サービスエリアサービスエリアでかいからね。楽しいね。確かにね。寄っちゃう。いろんなお土産が売ってくる。4人だね。最高だね。じゃあ。最高。出たばっか。出たばっかでも寄っちゃう。それが海老名サービスエリア。テンション高いもんね、みんな。テンション高い。はい。ラジオネーム。藤原元スマブラ参戦。はい。カキフライ、うん、ゴルゴンゾーラのペンネ、うん、グリーンピースご飯、うん、レアチーズケーキ、うん、バチボコ向井おさぶが食わず嫌いに出た時のメニューコロナ禍で嫌いなものがグリーンピースご飯はイージーすぎー確かに、うんああどう考えてもそれだな。うん、グリーンピースわかりやすい。浮いてるもんね。グリーンピースご飯好き。ゴルゴンゾーラとレアチーズのチーズもちょっと被ってるしな。うん、一番好きなわけない。グリーンピースご飯。そう。ね、うまいとは思うけど。うまいよ。うまいけれども。一番かって言われたらね。うん、だったら嫌いになっちゃうね。カキもね、チーズも癖はあるがさ。うん一番の可能性あるもんね。うん、グリーンピースご飯が一番なわけがない。かきフライにしちゃってるから、やっぱね、好きだと思ったな。ああ、そうだな。うん。ラジオネーム、いけたら行くま。はい。革張りのソファー。うん。ペルシャ絨毯。お。ブランドバッグ。うん。ひじき。うん。スポーツカー。うん。高層マンション。うん。バチボコ。ひじき好きの金持ち誰だよそいつ誰だよ具体的にお願いしますよ。それって何なんだよ、そいつは。ひじき好きの金持ち。いや、ひじき好きの金持ちね。どこのレシートなんだよ、それ。レシートの内容なんだよ。なあ。高層マンションってレシートあるか。勢いよく言ったけどさ、最後。うん、ラジオネーム、スズメンタル。はい。博多明太子、うん、佐賀牛ステーキ、お長崎カステラ、お宮崎マンゴー、うん、鹿児島さつま揚げ、うん、沖縄チンスコ、お九州物産展でいろいろ買えて喜んでるけど、家に帰ってからバチボコ大分忘れれてることに気がつく。名物のサバのお刺身は冷蔵だから最後に買おう。とか考えたのがあだとなったそうですね。うん、あなるほどね。サバのお刺身忘れちゃうか。どうせぐるぐる回っちゃうから、うん、後にしようと思ったら忘れちゃったんだな。うん、あなるほどね。そうか、大分忘れちゃうか。サバよ。うん、あ大分、鳥天とかね、うん。ラジオネーム、ナルセ。はい。お肉。300g、うん、サクサクしているチョコ1個、うん、アイス1個、うん、アンズゼリー1個、うん、
バチボコオレンジレンジの一番特徴のある声しているボーカル、ヤマトの好物。知らない。そうなんだ。そうなんだね。サクサクしてるチョコアイス。ああ、お肉 300g。 お肉 300g。 ラムして。アンズゼリー好きなんだ。アンズゼリー好きなんだ。サクサクしてる。ラジオネーム、土佐犬人間。はい。カルビ一人前。うん。タン塩二人前。うん。生ビール4杯。ほう。ナムル10人前。バチボコナムルめっちゃ美味しい店。くだらない。ナムルめっちゃうまい店あるけどな。荒いよ。ちょっと荒くないか。そいつ。確かに。荒いな。ああ。うん。ナムル10人前、ちょっと、駆け込み方が荒いよ、うん、最後の。ラジオネーム、バスケットカウント。はい。ガム、一つ。うん。バチボコトイレ借りたい人。申し訳ないからね。申し訳ないから、うん、ちょっと軽めのね、荷物にならない、うん、重くないのね、うん、ちょっと買って、律儀、律儀だよ、これね。ちゃんとね、うん、俺水具だな、水派。絶対飲むから。ああ、そうだね、うん。これはね、いろいろあるでしょうね、皆さんね。うんうん、ラジオネーム、カチューヒラチュー。はい。チュッパチャップス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 。バチボコそんなにバラで買うならもう、いっそのこと、あの待ち針が刺さったみたいなチュッパチャップスの山を買え。確かに。そうだな。こんだけな、いろんな味買うんだったらな。うん。いや、そうよ。あれだね、一発で。同じ味なのかな。同じ味だったら分かる。同じ味だったらな。そんな深いこと考えるもんじゃないよ。同じ味なのかな。あーって言っちゃった。うん、そうだね。あの待ち針に刺さったね。刺さった方が早いから。はい。ということで、引き続きメールをお待ちしております。はい。受付メールです。346@onightnippon.com、数字346@onightnippon.com です。メールの件名にバチボコレシートと書いて送ってください。月曜から木曜のコラボレート日本ゼロと三四郎オーナイト日本ゼロで紹介します。バチボコ送ってくれなもしサンショウの田修司です。小宮博信です。この時間はサンショウのオーナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、ラジオネームバスケットカウントです、ね、はい。お見送り芸人新一が持っているトロフィーにも、うん、ペンキで黒い線引いたらその瞬間からチンコですか。まあ、くびれがあればね。くびれあるもんな、うんうん、ああ確かにな、うん、トロフィーだから結構くびれあるし。ちょっとノリ付けしないとな。うん。ラジオネーム、紅生姜 X。はい。私も、エッチ漫画のストーリーや伏線が好きで読んでいます。いいよ、まあ、私は、大学受験に失敗し、うん、1年間浪人していたのですが、うん、予備校に通う片道1時間半の電車の中で毎日、エッチ漫画を読んでいました。うん。周りの受験生は英単語帳を開く中、ただ一人、エッチ漫画を読みながら通いました。もちろん、電車内なので、しこれません。大学は志望を下げました。やっぱり、うん、やっぱり下げるしかなくなった。電車内で読むもんじゃないんだよ。電車内なので、しこれませんってね。お前、しこれませんって言ってんじゃん。そう言ってる。電車なんて、そう言ってるじゃん。お前もうしこりたいじゃん。ストーリーや伏線が好きなわけじゃない。間と一緒だろ、これも。しこれませんって言ってんじゃないか。もう漏れちゃってんだよな、うん、お前も。
知らないからな。そう思ってる人だったらしこれると思う、ね。時間半の間にしこりたいからね。うん、絶対な。うん、はい、ラジオネーム。ジャイアント厚彦。はい。僕は、エッチ漫画どころか、うん、AV でも抜きません。女優さんの演技力をはじめ、ストーリー構成と脚本、うん、編集、カメラワークに注目してみないと気が済まないので抜いてる暇がありません。なんならご飯食べながら見ることすらあります。あ、また来ました。ラジオネームもしもしケーキ。小宮さん、たまにいる AV の好き度を表現する方法として、うん、AV 見ながら飯食えるっていうやつも鼻につきませんか。まさに。AV に対する一番の愛情表現は、しこる以外ないですよね。っていうか、AV にしこる以外のアクションを起こすやつは異常者です。その通りだよ。その通り。マジでどうだ。うわ、言われてるぞ。ご飯食べながら見ることする。AV でもしこんない。ダサ。見事にカウンターもらいましたね。ラジオネーム。藤原元スマブラ参戦。はい。くびれに糊が張っている理由ですが、おうおうおう、うん、一説には、うん、狩りがあるかどうかわからなければ、はあ、もしかしたらチンコではないかもしれない、はあ、という言い逃れができるからという説があります。そのために。チンコをはっきりとわかる形で書いてはいけない。なるほどね。というルールがあるので。はあ、狩りの形状が不明な時点では、チンコではなく、つるんとしたミサイルのような機関かもしれない。という可能性が残されています。なんだよ、それ。ああ。なるほどね。これチンコじゃないですよ。狩りないじゃないですかっていうか。そうか。グレーなんだ。言い逃れができるから、そのための、そういうことだったんだ。言い逃れができる。だから、くびれのところあったら、チンコってなっちゃうの。なるほど、そうか。うん。つるんとしたミサイルですよ。うん。機関ですね。それこそ触手みたいなね。ああ、だったらね、うん、OK だからね。ああ、相手もだから分かってて OK 出してるっていうことね。うん。あ、そんなのもあるんだ。でも一説によるとね。そっか。なるほどね。うん。ああ、勉強なるな。チンコじゃないかもしれない。まあまあ、チェックする人もいるんだろうね。チェックするんでしょうね。毎回。チェックする人はどうなんでしょうね。しこるんですかね。もうしこるだろう、もうチェックしながらも。うん。そうだな。狩りがだから、ちょっとだけ見えたらもう、ほら、はい、チンコです。チンコになっちゃうから。うん、だから、隠さないといけないっていう。うん、糊をつけないといけないっていうことね。時々なんか、足されてんのもあるよね。足される？うん。なんか、それこそ、昔のやつとかで、なんか古本屋かなんかで見たら、なんか足されてるやつ。足されるってこと？だからその、昔だったら OK だったね。ああ、なるほど、なるほど。黒い線がちょっと足されてるやつある。規制が、ちょっと厳しくなってみたいなこと？うん。昔のだと、それは売れないってことか。そうなのかな？なんだかわかんないけどな。ああ、うん、なるほどね。ラジオネーム、はんぺん侍。はいはい。エッチ漫画といえば、擬音や独特な喘ぎ声が魅力ですよね。ぬぷ、うん。スパン、スパン。ヒギーなど、風流ですな。確かに。ヒギー。確かにな。擬音ね、独特だよな。うん、あスパン、スパン。ヌプはね、確かにね、うん、もう、ザですもんね、うんあ。ずっと前なんか台本でそういう表現だった時あったよな。なんだっけなんか、まあ、ロケする台本で、はいうん、なんかその台本の作家が多分、エッチ漫画の人だったらしい。なんかあったよな。なんだっけ、うん、なんかあったな。いや、カチコチではなく。カチコチだったらね。それこそ日本放送案件のやつだよ。あれ、なんだっけうん。あれ？あったよね。誰か。
ヌプは、確かにヌプは、ね、ヌプってエロ漫画だよみたいなこと言ったような気すんな。うん。なんだっけな。あったな、確かにな。ホイットみたいなか、うん。あれ、なんだっけな、あれ。ホイ、うん、なんかあったよね。マネージャーが気づいたもんね。これ、これおかしくないって、うん。ヌプってどこで、どこで言ったんだっけ。どこで言ったんだっけ。ヌプって、いやいや、ユーじゃなくて、うん、ホイデアみたいな、なんか、そっからなんか、ちょっと怪しいなと思ったら、本当にそっちの表現になったんだ。エロい感じ。なんだっけ、ちょっと。マネージャーが覚えてると思う。ということで、三四郎のオールナイトニッポンで、ここで東海ラジオ昨日がとお別れになってしまいます。お付き合いいただきありがとうございました。そして、この後も聞ける方はお付き合いください。はい、一緒にお風呂に入ろう。やだよ。三四郎のオールナイトニッポンゼロ。三四郎の間修司です。小宮博信です。はい、はい、来ております、はい、ラジオネームエッグボート、はい、ドラマの GTO で反町が AV 見ながらカップ麺を食べていたのですが、うん、反町ってクソダサですか。あったね、あったね。いやいや、確かにね、これはダサくないんだよね、これ。あ、これ反町にみんな憧れてるんだよ、これ。反町はダサくない。あ、うん、だから反町のこの感じを憧れてやりたいから、そう、憧れてるのがダサいってわけで、反町がダサいわけじゃないから。あ、うん、確かにな。あったなあった。これがスタートだから。これが全てのスタート。これ、これが憧れ。あったなあ。GTO でね、その描写もあったからね。で、松島奈々子さんが入ってくるんでしょ、うん、で、最低とか言って言われて。あったなあ。あったな、うん、めちゃくちゃ懐かしい。GTO。うん。ああ。野につかの家ね。ラジオネーム、漢字練習帳。はい。柔道で黒帯の人はお腹にチンコがあるということです。くびれではあるけど。くびれの位置ではあるけど。くびれではあるけど。ノリじゃねえんだよ、あれ。うん、お腹にチンコが、お腹のちょっと、まあまあ、チンコかもしれないし、チンコかもしれないチンコどうね、そうなんですよ、難しいんですよ、ここのラインは、うん、そうなんです。帯取ってもらわないとかもしれない、うん、チンコじゃないかもしれない、チンコがあるかもしれない、うん、そうそう、そこにね、そこにはね、言い逃れだから、言い逃れ、言い逃れのためにね、わ、うん、かんないですよ、わかんない、チンコかもしれない、そしたら隠れてないかな、チンコじゃないですかねっていうやつ、誰なんだよそれ。誰への言い逃れなんだよ。ラジオネーム、黒猫の団子。はい。ノリがくびれを隠すための表現ということは、うん、ホットリミットの西川貴教さんは全身くびれ人間ということで合ってますか。めちゃめちゃノリ分厚い、チンコまみれ、全身チンコ、全身チンコだ。あれはもうほぼノリだね。ほぼノリだよ、あれは。うん、体が夏になる。勃起したってこと。ホット、ホットリミットじゃないよ。勃起。そっちのホットじゃないだろ。シャーって水。夏を制するものだけが。恋を制する。分厚いノリですよ、あれは。結構厳重にね、ノリ貼ってますけど、うん、あれはね。そうですね。うん、全身チンコ。ラジオネーム、スイッチ。はい。僕は、チンポに黒の横線が入りすぎて、うん、バネみたいになっているのを見たことがあるのですが、あれは作者がビビりすぎた結果なのでしょうか。ああ、なるほど。バネね。ああ、あるある。ボーダーみたいになってるやつだ。あるあるある。ビビりすぎたんだな。それか、テコ入れ入ったか。あんまり入れてなくて、もうちょっと、ちゃんとしないと、これ、チンコってバレるよ。もうちょっとですかつって。うん。わーって入れて。
うん、うん、まだ足りないなっつって。結果的に、スプリングチンコみたいな。はい、ラジオネーム、ま、マスクドヘルレ、ヘルレイザー。はい。お、こんばんは。ラジオを聞きながらエッチ漫画を描いている同人作家です。え？エロ漫画の修正問題は、うん、お察しの通り表現の自由との戦いでもあります。うん、ああ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど。深いな、これは。おー。うん。もう、ガチだもん。一番この詳しい情報入って、この辺なんでだよ。一番もうちょっと語ってほしいね。確かにね。もうちょっと語ってほしいから、なんでだよ。お、おってなったもんね。同人作家さんだもんね。うん、表現の自由との戦いなんですけど、情報ゼロですね、これ。これ、だから、でもまあ今書いてんのかな、一漫画。書きながらだから、片手までってこと。マスクドヘルレイザー。いや、確かにな、せっかくね、書いてる人から来たのにな。うん、もうちょっとね。さっきまではね、友達がとかね、うん、うん、そういう感じだったけど。うん、そうね、もっとこういうことがありますみたいなね。ああ、待ってますよ、マスクドヘルレイザーさん。ね、うん。一説によるとみたいなのもあったから、それがね、どうなのかとね。うん。一番簡素ですね。なんでなんでしょうか。まあね、今ちょっと書いてもいるんじゃない？もうちょっと情報欲しいけれども。でもマニアのこう、熱に勝ててないですね。うん。もう当たり前になっちゃってるからね。うん。これは。うん。この間夜中にね、ちょっと、まあ、引っ越したばっかだからさ、ちょっと近所、どういうお店があるかみたいな、うん、ちょっと探して散策してて、はい、まあ、いいお店、まあ、駅前とかは割となんかいろいろあるんだけどさ、うん、ちょっと遠出をしてみて、うん、代官山の方にね、うん、歩いて行ったんですよ。あ、結構あるんだ。駅と逆の、そうそうそう。で、そしたら、なんか、12時ぐらいかな、うん、交差点っていうか、高速の高架下みたいなところがあって、うんうん、そこにさ、白いね、真っ白な小屋みたいなのがあったの。小屋？小屋。ちょっと浮いてんの。もう、周りからそれだけなんか白、真っ白で。ああ、はいはい。で、なんだあれみたいになって、近く寄ってみたら、その小屋が、まあ、屋台みたいなことになってんだけど、うんうん、キャンドルがさ、6個とかもう結構あって、いろんな大小、うん、様々な。真夜中にそんなの、ね、そう。誰もいないの。うん、どういう場所これと思って。うん、何のためにこうあんのかもよくわかんないから、うん、どういうことだろうなと思って、一回通り過ぎて、うん、気になってたんだけどね。うん、ちょっと検索してみようと思って、うん。で、検索したら、それが、幻のバーらしいと。え？バー？バー。おう。バーなんだって。で、神出鬼没のいつどこに出てくるかわからない幻のバー。あ、代官山にいつもあるってわけじゃない。ってわけじゃないの。うん、移動式の、だから屋台みたいになってる。あ、そうなんだ。なんだそれと思ってさ。うん、そしたら、まあ、ちょっと行きたいじゃん。うん、せっかく出会ったんだったら、なんかラッキーみたいなことを書いてあったの、ね、よ。出会ったらラッキーみたいな。で、ちょっと行ってみて。で、戻ったんだけど、いないんだよ、人が。うん、これ、どうすればいいのかなと。屋台がいないと。屋台はあるの。あるけど、人がいない。そう、人がいないの。あれと思って。お店の中覗いたらと。そうそう。で、うろうろしたの。どうやって、うん、誰に話しかけていいかもわかんないし、まずその人がいないしね。はいはい。と思ったら、屋台の下から、ロン毛の男の人が出てきて。下？要は、休憩してたんだよね。ああ。下でさ、葉巻を吸ってて。はまき、うん、すげえ雰囲気あんのよ。おロン毛の、ちょっと切れ長の、うん、なんか。座ってって。座ってって、うんうん。それから立ってってさ。はい。で、ああ、いたんだと、うん。で、俺と目やって、俺もちょっと近くまで寄ってたから、うん、寄ってかれますかみたいな。うん。こと言われてさ。うん、あ、いいですかってせっかくだから。おちょっと緊張するよね。まあね。なんか今、だから。いいです。うん、なんか。CM じゃん。うん、なんだこれと思って、でも。なんかちょっと誘われてさ。おじゃあ、何飲まれますみたいな。うん。言われて。
だから入って、中っていうかもう屋台だから立ちだよね。うん、うん、立ったままなんかカウンターみたいなのがあって、どれぐらいの広さ？もうちっちゃい屋台で、もうこのテーブルぐらい、ブースの中のテーブルぐらい、もう全然ちっちゃいところで、うん、何飲まれますかって言われたから、何があるんですかって聞いたら、うん、ブドウ酒とブランデーしかない。うん、なら最初から言ってほしいじゃん。そう危ないよね。とりあえず生とかさ言っちゃいそうじゃん。うん、なんかいや生ないっすよとかさ、うん、なんか恥かくとこだったからさ、うん、危ねえと思って。で、2種類しかないから、まあブドウ酒、うん、なんかなんだろう、コニャックみたいな、なんかまあまたウイスキーとまた違うんだよね、ブドウだから。で、15年ものみたいなのを、なんですよ、みたいなこと言われて、なんか厳重な、なんか、でっかい瓶みたいな、花瓶みたいなさ、でっかいやつから蓋もキュッキュッキュッってなんか取って、で、そっから、バカラグラスにさ、入れんのよ。で、その飲み方もさ、そのコップもさ、ちょっと凝ってるというか、で、バカラグラスに、マジで2ミリぐらいよ。うん、どうぞ。へ、その店員さんは何歳ぐらいの？35ぐらいかな。あ、じゃあ同じぐらいの方で、うん。ゴージャスさんみたいな。見た目。ゴージャスさんもメイク取った後の。メイク取った時のゴージャスさん。さすがに星は書いてない。うん、メイク取った後の。シュッとしてる感じ。シュッとしてる感じ。そう。なんか雰囲気ある感じ。うん、サイドちょっと刈り込んでて。で、ロン毛で。あ、ロン毛。そう。うん、で、なんか、ちびちび飲んでたんだけどさ、割れたバカラグラスも、テーブルのいろんなところにこう、飾ってあるんだよ。なんですかこれ、うん、って言って。すごい気になるから。うん、そしたら、あ、お客さんが割ったやつです。それな、もったいないから飾ってます。はぁ、つって。なんか、雰囲気すごいなと思ってさ。うん、で、なんかちっちゃい看板みたいなのが、その横にあってね。うん、で、ひとときって書いてあるの。ひらがなで。これは何ですかと、うん、俺が聞いたら、うん、意味は特にないですって。看板でもない。いやいや、意味は絶対あるはずだよ。ひとときってね。ひとときいや、ないです。まあ、今日ふと思いついた言葉をここに毎日書いてます。あ、日によって違う。日によって違う。ええー。ひとときだったら、なんか特別なね、ひとときをこう提供します。そういうことでしょ。ここで過ごすひとときを大切にしてますとかさ、なんか絶対あるじゃん。うん、意味はないです。絶対あるだろうと。で、なんか、もともとなんかどっかに秘書をやられてて、で、なんか海外に行って、なんかいろいろ吸収してきて、戻ってきて人と違うことしたいなってなって、うん、屋台をやろうってなったんだけど、普通の屋台だと面白くないからっつってバーをやりだしちゃって、移動式の。で、なんかそしたらなんかその話をさ、聞いてたら、40代ぐらいの女性がいらっしゃって、来たってこと？来て、うん、そう、ふらっとね、うん、そしたらなんか常連さんらしいの、うん、幻のバーの常連っている？幻のバーなんだよそんな幻に出くわすことあるか連絡先知ってんのかな？なんか、SNS で市場つぶやいてるらしいのよ。なんだけど、なんかそれを、なんか常連さん見てくるんだけど、なんかちょっと謎解きみたいな、俺も見たのよ。チェックしたんだけど、うん、その後ね、うん。ちょっと謎解きみたいな、なんとか、まあ、例えば、東京タワーが見えるところ、フェンス越しに、なんて、公園も見えます。その向かいです、みたいな。ちょっとずつこう、小出しに、ヒント出してくる感じなのね。はい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 、最後は答えは言うの？言わない？まあ、なんとなくはわかるぐらい。ああ、なるほど。でも、ここですとは言わない。ヒントをじゃあ出して、うん、そうか、その女性もそれをヒント。そう。たどって。でもさ、屋台で移動してんだよ。うん。ってことは、家からさ、屋台でこう、来るわけよ。うんうん。で、その日の夜に、
行きたいところを決めて、こう出すんだって。結構距離さ、限りがあるじゃん。まあそうだね。2キロ圏内とか、2キロでも大変で、1キロ圏内じゃん。結構大変だもんね。結構でもね、あの、住んでる場所も限られてくるぞと思ったけど。でもなんか浅草の方にも行ったりしてるんだよ。だからなんか不思議なんだよね。で、でもどこに住んでんだろうなとかって思ってたんだけど、そのせっかくだからね、一杯飲んで、そう、ちびちび飲んで、ね、もうなくなっちゃったから、2杯とかも。美味しいって。味は？味はね、すっげえ、その、なんていうの、美味しい美味しい。けど、そんなに、その、飲んだことないから、カーってのはあるよ。ああ。ちょ、めちゃくちゃ強い。つまみ、つまみは、なんか、あの、つまみありますかって言ったら。うん、まあ、つまみっていうか、みたいな。うん、あ、ありますみたいな。うん。うん、まあ、こんなんしかないですけど、みたいな。うん、で、ナッツ、みたいな。出してくれる。あるじゃん。つまみじゃん。つまみって言うかって。結構オーソドックスなつまみ。え？うん。いや、そうそう。それで、ね、つまみ、まあ、ナッツもらって、うん、せっかくだから2杯飲んで。うん、で、まあ、常連さんとちょっとだけ喋って、、どういう方なんですかみたいな。ちょっとだけ喋って。で、まあまあ、2杯飲んだからいっか、とか、1時間ぐらいかな、うん。で、じゃあ、お会計お願いしますって言ったら。そしたら、あ、お会計は、お客様に決めてもらってるんですよ。めっちゃ怖くない？怖っ。いや、松本人志じゃんと思ってさ。松本人志料金後払いライブじゃん。の話って寸止め海峡、寸止め海峡1万円ライブじゃん、うん、すごくない？かっこいいの、かっこいいのよ。で、うーんってなって、俺も相場がわかんねえぞってなる、うん、で、マッカランをね、前ね、うん、まあ、福田さんとアルピーの酒井とさ行った時に、マッカラン十何年を3000円ぐらいでバーで飲んだけど、うん、まあこっちバカラもあるし、うん、これいくらだ、3000ちょい、うん、1000円ってわけにはいかないじゃん。確かに、うん、バカだと思われるじゃん、だって。そうだな。じゃあ1000円でとか言ってさ、うん、舐められたくもないしさ、うん、それ知ってる、知ってる、そう。それでもいいのよ、別に、まあね。でも、やっぱ相場がね、分かってるとは思われたいから、うん、一杯だから3500円 ?4000 円ぐらい、うん、で、サービスとかもね、うん、あるし、バカラでも提供されてるし、うん、まあ、ナッツとかも食べてるし、うん、でも2ミリだし、うん、これいくらだと思って、うん、で、8000円 ?7000 円ぐらいかなと思ったのよ。大体、うん。でもさ、その、財布見たら1万円しかなかったのね、俺。うん、これさ、難しいもんでさ、1万円出して、あ、じゃあ、7000円払います。っていうのめっちゃダサいじゃん。まあね。これでどうぞってね、ことで。そうそうそう。1万円で。8000円ですって言ってくれればさ、うん、こっちがじゃあ1万円で、じゃあ2000円お返しです。うん、だったらわかるけどさ、決められてないから。じゃあ1万、じゃあ2000円戻してもらってっていうの、うん、めっちゃダサいじゃん。まあね。確かに。めっちゃダサいから、うわーと思いながらも、でもまあ、まあね、これも一期一会だし、うん、こういう出会いも、うん、しょうがないから、じゃあ1万円、じゃあ、お願いしますって言って、うん、じゃあ1万円でとか言って、はい、言ったのよ。そしたら、ありがとうございます、うん、って言われたんだけど、うん、その反応が、どっちかマジでわかんないの。え？いただきますって感じで。そうそうそう、なんか、だからその、ちょっと多めに出していただいてありがとうございますなのか、うん、1万円ですか？ありがとうございます。なのか。どっちなんだと思って。でも1万円だから、まあ、ね、割といいよね。うん、どう思うこれ。うん、ってわかんなくて。ちょっと、うん、まあ何週間か前の話なんだけど、うん、そう、気持ち乗せたぐらいなんだけど、うん、その感じとホテルの上のバーのレベルだもんね。そうでしょ、そうでしょ、うん、だから、そう、サービス料で、うん、まあ、1万円ぐらいなのかなと思ってたんだけど、この感じどっちなんだろうなと思って、俺、ずーっと何週間かもやもやしてんだよね。合ってるよね。いいよね、1万円でね。まあ、いいんじゃない、うん、それは。だって、もう、1万円札しか俺なかったから。まあね、そしたら。その次2万なんだよ。2万はないよね。うん、2万ないね。1万円でいいよね。ああ、じゃあ、スッキリした。確かに2万はない。そうだな。でも、
日によって違うんだよね。日によって違う、へえ、いろんなところでやってるから、ちょっと気になった方はちょっとツイッター覗いてください。オーナイトニッポンゼロ。三四郎のオーナイトニッポンゼロ。三四郎のオーナイトニッポンゼロ。三四郎のオールナイトニッポンゼロアップの皆さん、そろそろ別れの時間です。本編で読み上がったメールなど紹介している番組ファンクラブ限定のラジオも毎週更新しておりますので、そちらもぜひ。はい。はい。うん。はい。ラジオネーム、サックル。リアクションメールですね。はい。今や、エッチ漫画を代表する、擬音、クパーですが、はい。これを初めて、女性器を広げた時の擬音に使ったエッチ漫画は、ホルモン。ホルモン小次郎先生が1999年に発行した同人誌と言われています、今やエッチ漫画家なら誰もが使う擬音ですが、四半世紀近い歴史があることに感動すら覚えます、ちなみに私その同人誌は当然所持しております、クパーね。あ、そう、ホルモン小次郎先生だ。ホルモン小次郎先生ってもう、レジェンド的な先生だろうね。あ、クパーがやっぱベストだもんね。確かにな。ちょっとエロさ。ああ、そうだね。ちっちゃい矢とか。そうだよね。入れると、そういうことなのか。そうね。歯とかさ、破裂音が入ってるね。ぬぷもな。ぷとかがいいんだろうな、多分な。ハピプペポだ。結構具体的な情報ね、ありがたいですけど。さっきの人が。いや、いいだろ。勉強になる回だな。さっきの方ね、情報がまだ来ないですけど。さっきの方。マスクド、ヘルレイザーがね。ああ、ラジオネーム。陰謀ですね、違いますね、これ。エロの表現についてですが、エロに対するネットスラングの進化も、目覚ましいものがあると思います、はい、エチエチグーシコというのはかなり認知されてきていると思いますが、僕は最近かなりエロいことを、ソニックザヘッジホックみたいに、ドスケベザエッジセックスっていうことを知りました。口触りが良すぎます。ドスケベザエッジセックス。まんまじゃん。ドスケベザエッジセックス、なんかもうちょっとあるだろう。エロいことをセックスって言う。エッチだってわかるよ。ドスケベもわかる、ね、セックス、スラングになってないよ。まんま言っちゃってるから、もうちょっと隠してほしいな。エッチセックスって言ってるから、真正面から来ちゃってるから。スケベエッチセックス、逃げも隠れもしない、いろいろモリモリだぞ。スケベザエッチセックス。ラジオネーム、あ、マスクドホルレイザーだ。来た。こんばんは。前回は情報量の少ないメールで申し訳ありません。いやいや、黒線に関しては狩りの他に、おしっこが出る穴も隠す必要があるはずです。エロ漫画なのにエロく描けちゃいけないっておかしいですよね。弱て。弱いな。おしっこが出る穴も隠す。ああ、まあね、なんかそうですね。情報だけ欲しいんだよな。情報自分のなんか感想はいらないんですよ。もっと羅列してほしいですね。そうだな、こういうのもあります、そうだね、熱量が追いついてないな、まだ。そうだな、熱量がマニアに追いついてないな。クリエイターだからしょうがないかな。クリエイターとして、そうか、そうだな、クリエイターだから、それはもうしょうがない。マニアの熱にはな、ちょっとかなわないな。あ、おしっこのね、なるほど、そちらの描写にもやっぱりノリをつけないといけない。そっか、なんかもっとではありそうだね。勉強になる回だな。そうか、だからそうか、あんまり自由には描けないんだな。
うん、もうね、うんうん、あ、来たおります。ラジオネーム、はい、ずっと春休みでいいのに、はい、相田さん、はい、鈴木紗理奈さんとタムケンさんが別れた理由って何か知ってますか？マジでいいってもういつの話してんだよ。知ってんの？はい、なあマジで昔の話いいって。アリナさんタムケンさんの知ってた。いや知ってたよ。知ってたってから聞いてないよ。おお、ラジオネーム、うん、尻の穴。三四郎さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私はエッチ漫画の編集をしています。おお、かっこ女性です。え？作家さんが裏筋までバッキバキに書いてくれたチンポを少しでも多く届けるためギリギリを攻めていたら東京都の条例に引っかかって3回ほど都庁に呼び出されて怒られました。呼び出しなんだ。呼び出し食らうんだ。これからも相田さんのしこりを守るため一夜戦っていきます。あ、頑張ってください。温かく見守ります。ありがとう。温かく見守ります。僕らはそういう呼び出されるんだ。とんでもねえメール最後に君って言ってちょっと来なさい。コネのエッチャスタジオの内緒と小宮ひろのぶでした。また来週ゲラヘー。